どうもなめです。エブロドライバーが売ってないって動画出したと思うんですけど、あのね、見つけました。はい、ということで買ってきました。デラックスエブロドライバーです。これはね、仮面ライダービルドに登場する仮面ライダーエボルが変身に使用するためのビルドでございます。あのね、ビルドは去年で終わっちゃったんですけど、今回ね、仮面ライダー平成20周年ってことでね、ベスト版として出ました。あのね、俺が地元の方では全くなかったんですけど、あのね、この前友達と飲んでて、東京の方でね、飲んでて、そこのね、ドンキホーテに立ち寄ったらたまたま見つけて、最後に1個だったんですよ、これ。残りラスト1個で、即買いました。もうやっと見つけたと思って、もう嬉しくてしょうがなかったですね、はい。ちょ、友達とつけて遊んでました。というわけで、エブロドライバー手に入れました。ほら、これですよ、これ。もう、どうしても欲しかったんですよ。ちなみにね、ベルトだけでエブロトリガーとか、ドラゴンとラビットの、エボルボトルは、持ってないんですけど、とりあえずのベルトはね、欲しかったんで買いました。ちなみにね、これがエブロドライバーなんですけど、これがビルドドライバーね。まあちょっと形は似てるんですけど、色とかね、いろいろ違いますね。うん、ちょっとよく見てみようかね。はい、ちょっと見づらいんですけど、こっちがビルドドライバーで、こっちがエブロドライバーですね。うん、まあ全体的に形は一緒なんですけど、色も違うし、うん、ここのね、回る部分のここの形も違いますね。うん、こっちの方が星の惑星みたいな感じですけど、ビルドドライバーは機械的な感じで、うん、ここにビルドのマークもありますし、こっちはないんですけれどもね、うん、こんな感じですね。うん、全然作りが違いますね。まあね、ビルドドライバー持ってる人多いと思うので、あえてね、どんな音声とかは知ってると思うんですけども、とりあえずちょっと鳴らします。電池は入れてあるんで。エボルドライバー。あとこれね、このボトル、これね、振るっていうよりかはね、こう見るとここの顔のギミックがこうやって動くんですよ。ベルト刺すと、回すとね。というわけで入れてみます。面白いね、やっぱりエボルコブラ。はい、ということでね、エボルドライバーを手に入れたという動画でございました。本当はね、まあエボルトリガーとか、あと ドラゴンとね、ラビットのボトルも欲しいんですけども、多分今売ってないと思うんで、売ってるとしてもアマゾンとかで多分もうプレミアついてるんで高いんですよね。うん、どっかでもし売ってるんであればちょっと欲しいですけどね。うん、そういう機会があったらちょっと手に入れたいと思います。とりあえずね、エボルドライバーは手に入れて私は満足でございます。もう一個ね、あともう少しであのね、コンセルのクーガのベルトが届くんで、それをまた来たら紹介したいと思います。というわけで、今回はエボルドライバーを手に入れたという動画でございました。本日も見ていただいてありがとうございました。